何かご用でしょうか。突然押しかけてすんません。俺たち茜さんって女性のことで。もしかして見つかったんですか、茜さん。先ほどはすみません、てっきり警察の方々かと。いえ、こっちの方こそぬか喜びさせちまったみたいで。私ここで働いているデイナと申します。かれこれ20年も茜さんの下で働いてきました。そんなに。なのに突然いなくなってしまって。茜さんがいなくなったっていうのはいつのことなんですか。もう13日も前になります。書き置きが残されていて、それっきり。13日。ちーちゃんが茜さんがいなくなったって言ってたのとちょうど同じタイミングだな。そうだね。レイナさん、書き置きには何て。事情があり退職しますって一言だけ。責任感の強いあの人がそれだけでいなくなるなんてありえない。でも字は確かに茜さんのものでした。警察には届けたんですか。もちろん。でも筆跡鑑定で書き置きが本人のものと判断されて、なら事件性はないということで詳しい捜査はしてもらえないままなんです。あの、何度も聞かれたことだとは思うんですが、茜さんの行き先に何か心当たりは。いえ、残念ですが。そうですか。Miss Dana, you won't believe it! Yeah, the tomatoes we planted turned out huge! Wow, I see that. Why don't you share some with our guests? Okay! Huh? Here you go. Oh, arigato na. これはうまそうだ。施設の畑で栽培しているんです。へえ。Who are they? They're a friend of Akane's. Really? Does that mean Miss Akane's coming back? Sweetie, that's still gonna take some time. How long? I really want to see her again. I wish I could give you an answer. Hey, I know. Why don't you go fetch a watermelon too? Find the biggest one you can. On it!慕われてたんですね、茜さん。ここの子にとって茜さんは母親同然ですから。時々茜さんのことをハワイ一の子だくさんなんて言う人もいるんですよ。茜さんが面倒を見た子はもう100人以上はいるんじゃないかしら。そんなにたくさん。ええ、ここで働いてもう40年になりますからね。40年。彼女が日本を脱出して数年後にはここで働き始めたことになるな。つまり沢城の頭が茜さんに会った時には彼女はもうここで働いていた。ここの子供たちのためにハワイに残ったってのか。デイナさん、茜さんの過去のことで何か聞いていることは。いえ、ご自分のことは話さない人だったので。失踪前、茜さんが誰かと揉めたり恨まれていた様子は。茜さんに限ってそんなことは。あの人は誰よりも競技に沿って生きてましたから。競技？パレカナの競技です。私たちはネレシンの教えに従い生きるパレカナ教の信徒なんです。ああ、そうだったのか。パレカナってのはボランティアグループだと思ってたぜ。最近はそう思われている方も多いですね。ですがこれでもハワイで数百年の歴史を持つ教団なんです。
へえ、数百年か。年季入ってんだな。ええ、パレカナはネレという火山の女神への信仰が起源とされています。火山信仰か。確かにハワイは活火山で有名だな。ええ、ハワイに住む私たちの生活は古くから火山の動向に大きく左右されてきました。火山は私たちにとって恐怖と破壊の象徴であり、それと同時に恵みと再生の象徴でもあるんです。その壮大な存在感に神格を見出すのは人としてごく自然な流れなのだと思います。ええ、日本の火山信仰もよく似た思想がありますね。なるほどな。万国共通の感覚ってやつなのかもな。私たちはネレ神が心穏やかに過ごせるよう常に自然の声に耳を傾けて生活しています。もしも人間が自然や火を粗末に扱おうものなら、その逆鱗に触れてしまうので。だからパレカナのマークは火の形をしてるんですね。はい、パレカナにとって火はとても神聖なものです。京都の家や施設では絶えず火を灯して消えないよう心がけています。ああ、そういえば茜さんの寝室にろうそく型の LED ライトがあった。もしかしてあれって。茜さんぐらいのお年になると火の不始末があると怖いですからね。そういう簡略化したものを備える方も大勢いらっしゃいますし、教団としてもそうしたやり方を推奨しています。火は神聖なものか。さっき子供たちが火の前では静かにしたのはそういうわけか。ええ、風で消さないように幼い頃から習慣づいているんです。へえ。でもなんでまた養護施設を運営してるんです？これも協議に基づくものです。火山信仰を起源としてパレカナでは自然とその中に生きる他者にも慈愛を持って接することを定めているんです。そうすることでネレ神の住まう世界に近づけると。それで養護施設か。大したもんだ。他にもホームレスの皆さんへのシェルターや母子家庭への支援施設など数カ所を運営しているんですよ。俺パレカナのフードバンクに飯もらいに行ったことがあるぜ。だけど全然勧誘されなかったな。不況のための行動ではありませんから。何の見返りも求めないか。随分と立派な教祖様だな。ここの子供たちはパレカナの信者のようにも見えるが。強制ではありません。ただスタッフが京都ですので、子供たちは自然と影響を受けて京都になることを希望します。特に茜さんの影響は強いと思います。みんな茜さんのことが好きですから。信仰心が強かったんですね、あかねさん。ええ、あの人に欲があるとすれば弱き者を救いたいという願いくらいです。だから感謝されこそすれ、恨まれたりするようなことは決してありません。だからどうして姿を消したのか全く見当がつきません。はあ、ここでもあかねさんの手がかりはなしか。All right, Dana. We've grabbed all we can, so I'm gonna haul this over to the food bank. Hey, thanks, Callan. Any chance we can throw in some meat or fish to go with it? I wish, but I don't see any fishermen or butchers around here. Think we're good to go with what we got? Well, I guess this'll just have to do then. あの、何かお困りごとっすか？今日はうちがフードバンクの食べ物を担当する日なんです。野菜は提供できるんですが、それだけでは栄養が足りません。以前は茜さんが声をかけて、いろんなお店が食べ物を持ってきてくれたんですが、彼女がいなくなってから、ぱったりと提供が止まってしまって。正直、茜さんの人望で食べ物が集まっていたんです。お恥ずかしい話、僕らはどこにどう声をかけたらいいかもわからないありさまでして。だったら俺たちにやらせてくれねえか。
え？食べ物集めだよ。俺たちがハワイ中を回って声をかけてみるぜ。なんで春日さんが？別にボランティア精神とかそんなんじゃねえさ。ただもしかすると茜さんの手がかりがつかめるかもしれねえと思ってよ。ふーん、確かにな。茜さんのルーティーンをたどってみるってのは悪くないかもしれねえ。いいんじゃないか。現状他にやれることもなさそうだ。ただやる以上は迷惑かけられねえぞ。そりゃもうやるからには全力でやらせてもらいます。なるほど、わかりました。ではお言葉に甘えさせていただきます。カロンさん、彼らをフードバンクのステーションまで案内してあげてください。わかりました。ああ、いらっしゃいましたか、春日さん。お祈りしてたのか。ええ、あちらがネレ島のある方角なんです。ネレ島？パレカナの聖地なんです。この先のどこかに浮かぶ小島で私たちの神の名をいただいています。そこに我々の神ネレ神が眠るという言い伝えです。へえ、島が丸ごと聖地なのか。はい、ハワイ王朝の時代から聖地と認められてきたので、現在も島の所有権は教団にあります。手つかずの自然が多く残っていて、ネレ島では我々が理想とする究極の暮らしが送れるんです。究極の暮らしか。贅沢三昧って意味じゃねえんだろうな。当たり前でしょ。ただネレ島に足を踏み入れることが許されるのは教団の代表をはじめ、徳を積んだごくわずかな教徒に限られるんです。かくいう私も実際のところネレ島に立ち入るどころかこの目で見たこともありません。私もいつかは博に認められたいものです。博？徳を積み信仰心が認められた教徒にのみ贈られる称号ですよ。教祖様から博の称号を与えられた教徒だけがネレ島で暮らすことを許されるんです。あんたは選ばれてねえのか。こんな熱心に活動してるんだしよ。僕の信仰心なんて雑念だらけですよ。そもそも博に選ばれたいと願っている時点で不純です。地上の楽園ハワイのそのさらに中にある楽園の中の楽園か。あかねさんも博ってのを目指してたのかな。まさか。あかねさんは私と違って我欲に動かされることのない人です。見返りを求めてなんてありえません。ただん？あ、いえ、以前あかねさんに伺ったことがあるんです。なんであなたはそこまで献身的に他者に尽くせるのかと。その時彼女言ったんです。罪滅ぼしみたいなものかもしれないって。罪滅ぼし？なんだよそりゃ。荒川って人を振ったことにか。さあね、これもぜひ本人に聞きましょう。だな。それでは奉仕活動を始めましょうか。俺たちにもその見回り手伝わせてくれ。どこを回ればいいんだ？今日はアロハブリッジ付近とアートウォールズを見回る予定です。ここは長い間倉庫や工場しかない一帯でした。夜は真っ暗で治安も悪くて。それが10年ほど前に再開発が行われたんです。世界中のアーティストに壁を提供して自由に絵を描いてもらったところ、ほら、今では若い人に人気のスポットになりました。へえ、
シャレた店も出てるじゃねえか。観光客向けの飲食店がこぞってここに進出してるんです。市内はどこも飽和状態なので。Please stop! I'm begging you. This place is my livelihood. Your livelihood? Huh? Did no one tell you we're the new owners? What's wrong? Is there some sort of trouble? Who the hell are you? We're with Policana on Neighborhood Watch. Policana? Oh, thank goodness. Please, you have to listen.I've been running this cafe for 30 years now, and I never once have endured such violence. Yeah, quit bitching. If you'd have paid your debt, we wouldn't be here. But I never even borrowed money from you. Oh, we know who you borrowed from. Thing is, this morning, we bought that lender out. So as of now, your debt and this shithole is ours. Even so, you can't just barge in here like this.The previous lender agreed I could pay off my loan in installments. We had a deal. You're a native Hawaiian, aren't you? What difference does that make? Well, cheer up. We're turning this place into a boba shop, and your ass can run the register. The Howleys ought to eat that shit up. Now let's get renovating. That's enough.Aren't you Policana people supposed to be volunteers? Volunteers should stay the fuck out of business. Strong-arming helpless shopkeepers is hardly what I call business. Now, I'd like to ask you to leave. And trust me, you'll be hearing from our lawyers. Oh yeah? How about you scram, or you'll be hearing out your asshole?I'm staying right here. Oh, you sure? Then maybe we ought to tear you up first, huh? Threaten me all you want. I'll never budge. Get a load of tough guy here. He thinks he can stand up to us. All right. Let's see if you're still standing after that.何言ってんのか全然わかんねえけどよ。人を笑って殴るやつが悪党だってことくらいはわかるぜ。What the? You another Policana prick! だから言えばわかんねえって。カロンさん、俺は新人とか正直よくわかんねえけどよ。あんたたちのこと、かっけえって思うぜ。すげえよ。春日さん。God damn! Can a man not shake someone down in peace? あ、デイナ、カロン。春日さん。なるほど。ブライスの指示で使いに出されていた。ええ。臨時でフードバンク用の食品をいただけることになったから受け取りに向かってほしいというお話をいただいて。ブライス様から直接そういうお話があるのはめったにないことなので、私たちも珍しいなとは思ったのですが。で、帰ってきてみたらこのありさまか。ええ、春日さん、あなた方の言うパレカナの実態ってというのが私には信じられません。何を根拠にそんな。やっぱりそうですよね。いや、俺はきっとそんなことだろうって。デーナさんたちに限ってここの子供たちを苦しめるようなことするわけね。そうです。ええ、私も何の話なのかさっぱり。ブライス様がギャングたちを支配していて、アカネさんの命を狙ってるだなんて。カロンさん、デーナさん、俺はここじゃよそ者です。ハワイにはほんのちょっと前に来たばかりで、そんな奴に急にあんたたちは騙されてるなんて言われたって信用できないな。しょうがねえ。だから俺たちの言うことを信じてくれとは言いませんけど、さっきの光景は
お二人自身が自分の目で見たことです。ガンジョーとバラクーダ、そしてパレカナの武装した教徒、それが束になって俺たちを殺そうとした。パレカナにはまだお二人の見たことがない一面ってのがあるみたいなんです。それを踏まえて何か俺らに言いそびれてたことがあれば聞かせちゃもらえませんか。私たちは聖地ネレ島へ渡った人たちが幸せに暮らすと聞かされてきました。この施設からも多くの子が悪と認められて島へ渡っていきました。信仰心を認められれば悪になれると、そう言って子供たちを導いてきたのです。もう何十年も前からずっと。でも昔カロンとも一度だけ話したことがあるんです。ネレ島にいるはずの子をホノルルシティで見たことがあるって。デイナ、それはネレ島に行ったら一生をそこで過ごすのがパレカナのルールでしたよね。ええ、だから本来ありえないことです。私も最初は見間違いだと思った。顔もすっかり別人になっていて、でもここで家族同然で何年も一緒に過ごした子ですもの。佇まいや雰囲気は間違いなくその子だった。だから声をかけたんです。でも人違いだと言われました。それでもその子だって思ったんですね。ええ、事情は分かりませんが、顔は多分整形手術を受けたんでしょう。でも声を変えることは手術でも難しいと聞きます。その声は間違いなく私の知るネレ島で暮らしているはずの子でした。もっと話をしようと思ったのですが、その子は逃げるように走り去っていってしまって、それっきりです。それってつまりネレ島に行った子たちが素性を隠して町に戻ってるってことですか。ウォンが言ってたことと話がつながるね。ああ、ブライスは自分の狂信者を作り上げて、ガンジョーやバラクーダにスパイとして潜り込ませてるって話だった。デイナさん、その子ってのはどういう格好をしてました。警察官の制服でした。なんだと。ブライスが手先を送り込んでるのはギャングだけじゃない、警官、それに多分司法に行政、もちろん経済、表の権力にも忍び込ませてんだ。それも何十年も時間をかけて、何人もな。あいつをホノルルシティの絶対的な支配者にしてる影のネットワークだ。やっぱり聖地ネレ島の正体はブライスの忠実な駒を育成するための訓練場だったんだな。そんな、あくまでブライスが教団を私物化してからの話だとは思います。私たちはここの子供たちはこれからどうしたらいいんでしょう。それはあなた方は状況に合点がいったようですが、私は逆です。何が何だかわからない。私は話を聞いてもなおパレカナの教えを否定する気になれません。ネレ島に行くことができると言われたら私は行きます。行きたいのです。子供たちにもそのように教えてきた。私の信仰心はまだ揺らいでいません。そろそろ子供たちに食事を用意しないと。この場所でしか生きられない者もいます。ここは社会的弱者の最後の砦なんです。願わくばさっきの話は子供たちの前ではしないでいただけますか。待ってください。それじゃあまた話が来たら子供を島へ送るんですか。選ばれた教徒や子供が島へ渡るのは多くても月に2回です。新月か満月の夜に。ですから
しばらくその機会はないでしょう。次の機会が来る前にきっと俺らが茜さんたちを見つけます。この施設をどうするべきか、子供を島へ送っていいのか、彼女らに話を聞いてみませんか。どんどん使命が重たくなっていくな。さすが堂島の竜に任された仕事だ。ああ、でもやり遂げりゃいろんな人たちを助けられる。悪い話じゃねえさ。